さあ失礼いたしました。これで音出てるはずです。ああ、さあちょっとね遅れてくるっていう電話が一本ありましたんで、もうちょっとだけ待ちましょう。あ、ねえ、ハゲさん無音らしいよ。あ、違うか、無音治った。はい、全国のスト2大好き皆さんこんばんは。アンテナヒデマイク。ヒデ今日元気ありません。あはは、何やるの今日、10人バイパー、スギ、デレロー、小江戸、破天荒、お茶、ルマル、黒いワン、男、ヒデセヨ。何やろうね、紅白戦ね。あー、それあかんやつ。セーフ。中達の方がいいのか、弱達の方がいいのか、難しいところ。あー、とりあえず50円玉に崩そう。これがハイスコアガールですか。え、どういうことですか、ハイスコアガールって。あ、2回転ってことかな。あー、とりあえず僕もレバー触るんで、運営はハゲさんの一人にお願いいたします。じゃあチーム分けしましょうか。いや難しいな。
まあじゃあチュンリー使い2人は分けましょうか。あとはランダムでいいかな。はい、じゃあチームの抽選終わりました。まあ今日はね、あのチュンリ使い2人を分けて、まああとはランダム、完全ランダムです。さあ、じゃあまずはヒデチームがヒデ、杉、小江戸、バイパー、黒いワン、強いっすね。で、瀬尾チームが瀬尾、男、かっこうね、おちゃる丸、デレロ、破天荒。なかなかいい具合に、いい具合に分かれたんじゃないですか。うね。バルログ、強調キャラしかいねえじゃん。じゃあ今日はね、少ないんで2キャラ、2回、1人2回行きましょうか。10on 10です。
あ、じゃああの配信台はラストでお願いします。ハイスコアガールみたいにね、あんなうまいことザンギーが勝てるゲームじゃないですからね、これね。さあ、じゃあそろそろやりましょうか。あれ音出てないよ。瀬尾さーん、瀬尾さーん、あ、確かにシャンシャンいない。シャンシャン、お腹痛い。ニュートンね、いいゲーセンなんだけど、一つ気になるところがあって、トイレがね、和式よくない、洋式がいい。あのね、ちょっとね、踏ん張りたい。前かがみで。和式はね、膝に良くない。瀬尾さん、瀬尾さん、瀬尾さん、怒りの連プレイだね。ワンピースピーじゃんけんだっけ。最初はグーじゃんけんぽい。どっち？男、おちゃる丸、デレロー、破天荒。ん？どっちでもいい。スフィー、はい。じゃあ、ワンピー側、ヒデチーム、ヒデチーム、ワンピー、ワヒデスギ。小江戸、バイパー、黒いワン、スーピー側、セオ、男、過去、ウネ、おちゃる丸、デレロー、破天荒という形で。はい。2キャラ持ち？ 2キャラ、2回。え、ってことは同キャラも OK と。使えてないでしょう。まあ、いっか。じゃあ1人2キャラ持ち。別キャラで。別キャラで。X スター別キャラです。というわけで、我こそは行きたいという人は、ヒデチーム、ワンピー側座ってください。で、スーピー側は誰が行くか。お？いいよ。スーピー側誰？
まあ座ってるだけだからね、フラグ座ってるだけかもしれないし、もしかしたらこのままプレーするかもしれないし。はい、じゃあレディファイト。はい、というわけで皆さんこんばんは。ワンピー側は黒いワンチュンリー、ツーピー側はおちゃる丸ホンダ。おちゃ丸さんはね、もうね、おちゃる丸になっちゃったね。さあホンダ対チュンリー、黒いワンさんはいっぱいチュンリーやってるので、やられて嫌なことはよく知っている。いい気候の落ち方ですね。あれ絶対踏むんですよ、あの位置は。さあ垂直でうまく寄ってて、あれは運がいい。今ホンダが技出してなかったらあれですね、多分サバ折りいけてた可能性ありますね、投げですね。さあ垂直はちょっとリスクがあるぞ。コパンから大転シャーバル、すぐそれでもね、すぐそれが強いんですこのゲーム。さあこれはしゃがみ中継対空を選択。もう一回お尻が降ってくる、お尻が降ってくる。このゲームはお尻なんだと言いたいばかりのおちゃる丸くんだが、あー地上ぐらい、3分の1ゲットですね。さあまずは黒いワンチュンリーが先方勝利。さあデレローさんが、うん、2回キャラ変えないとダメです、別キャラです。さあデレローエスケンですね。さあ今日は実況の声がちょっと小さめですいません、私も感情ではありません。今日さあ波動を踏んでしまう。さあこれはいい三段が入る。あそこしゃがみないチューチューチューか、難しいですね。チューチューチューだと多分ピオリはしないんで、前歩いて圧をかけたいところではあったかもしれない。さあここからどうなる。さあ代々入って、これは裏回り戦列が入ってしまう。今のは結構割とねククっていう風にレバーを動かすと戦列維持できるので、まあ、チュンリー側はぜひ使いたいテクニックですね。さあ遅らせゲームはしっかり昇竜拳でお返し、そして波動拳を踏ませる、これはうまい。さあしかしさあこれ間に合うんでセーフティーンは。さあ天章で暴れる、埋めに行ってしまったので当たってましたね。さあゲージは回収完了して、体力はイーブンでしょう。しっかり天章を引き付けできている。そして安全に気候圏重ねていく。さあ手堅い黒いワンだが、アルティ昇竜が出る。おっと今のはすごいめり込み、しかもしゃがみぐらいでしたね。何を仕込んでたんでしょうか。ただまあデリローさんとしては美味しい感じの勝ち方でしたね。さあ画面端に追いやられるが、これはあ今の踏まないか、もうちょっと画面を押してたら踏んでたかもしれないですね。しっかり転生で落とす。そして投げる、S剣なのでエステラなので受け身がない。これはしゃがみ大パンと相打ち。さあステルスで相打ち。さあかなり盤石な立ち回りをしているが、ためがないことをしっかりと確認して波動拳を打っているでしょう。垂直、あの垂直強いんです。さあどうする、昇竜拳一回ぶち当てればわからない。いい位置まで詰めている。しかししゃがみ中継が強い。さあうねくんがいきそうですね。今日ねマイク持つ人がねいないっていうね、ほんとすいません、この静かめ実況で私も声が出ません。今日はさあステージ変わってダルシムステージとなりました。あ本当に、ね、いつもうるさいいつもうるさいという言葉を今店員のハゲさんにいただきました。いや熱い試合見たらね声出ますよこのゲームは。さあ裏剣、さあ男ガエルがかなり、あーそこは弱ソニーにしたかった、踏まされる。弱気候戦、弱気候剣、もうゲージも溜まってしまう。下がるどうする、うわーバックジャンプ中継、横に長い。さあ今のはいいですね、いい重ね方、小足中足、あれでもね小足中はね割れるんですよ。
キャラによっては昇竜とかを持ってるキャラは割れます。さあ飛行機が手癖になってるところをしっかり前ジャンプでとがめる。さあこっから難しい、しっかり吐かせた、これはでかい。サマーがしっかり当たる。今のアントリーうまいですね、うまい。その場そばと、うわしかしチュンリーはガスガスいけばいいんですと。これは2、あテンションよく食べてる、えらい。あいや今ねスピニングバー、空中スピバーの後にテンションを出せたのはめちゃめちゃ偉いです。さあ破天荒さんがさあ来ました。悪い悪い笑顔を持つ、悪魔の笑顔を持つ男、あこれ言い過ぎか。さあ壊しサガットにね重ねるの実は難しいんですよ。横にねこのキャラね昇竜拳というかまあアッパーカット長いんで、壊しドセンター重ねようとして巻き込まれる可能性があるので。さあ S サガはやってないだろうな、きっと黒岩さんガイル戦で難しい。うわーし、あー間に合うところがチューチュー入って、これはもうわからん、矢口回るぞこれ。あ裏回り、これはあーしっかりリバサーよく打ちましたね。リバサーガードされてたらワンチャン死んでたんで。ヘルガイル戦はね、でガイル戦で難しいよね。ガイル戦が、まあ、チュンリーガイルともに割とスキル求められる組み合わせではあるので難しいですね。うまい、あーちゃんとテンション、あ弱テンションで枯れた後だから入れっぱ前飛びアントビしましたね。今チューチュー入って、これはいい位置、どうなる。あー今度は暴れない。今のちょっと待って、チューチューはアッパーカット読みで待ちましたね。さあ対空は 100% じゃないんだろうと言わんばかりの飛びを見せていく。今の歩き壊しのドセンター当てうまいですね。さあしかし早い早い球が、ダルシムステージというのも、あ今のちょっとあれですね、画面の押し方非常に良かったですが、もう少しちょっとあの自分で画面の押しを止めれば踏んづけられた可能性があったので。おっと空対空負ける、あぶね、今のは戦列確定でしたが、うわバイアリティが怖い。さあ気づけば体力は3割くらい負けてる。あーあああさあまず1周目瀬尾さんが出したキャラはダルシム。そう最近のね瀬尾さんはねダルシムオネセなんです。瀬尾さんはねすごいですよ、竜使えてだ、ベガも使えてチュンリーも使えて、ダルシムも使える、片やヒデチュンリー、チュンリーしか使えず、このチュンリー同士なのにこの差。しかしゲームメイクはなぜか黒岩さんがいい感じ、おーよく溜めてた。これ 5.5 くらいです、チュンリーと、まあうまい壊しでいく、今の危、あー見てからですね。いや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 、これ 5.5 だから多分、いや6はね言っちゃダメ。さあドリルドリル、今のこあれですね、チョップうまいですね。見てから瀬尾さんのねすごいところはね、見てから行動が非常に多い、ぶっぱ戦列のヒデとは大違い、これが瀬尾チュンリーのすごいところ。ブラストザめくりドリル、めくりドリルは大転生を出してもいいんですが反対方向に行くので、その場を逃れられるだけというところなので、さあこれは確定ですね。今のドリルはある程度強い人がねチュンリー使うとねこのゲーム結構やばいです。あこれはあー膝転生読みですね。さあ食らわなければというところまで行った、苦しいが、あ、ワン、あーワンチャンなし。
さあセオダルシムとやるチャンスです。ワンピー側の皆さん頑張っていきましょう。セオシム強えんだわ。はい、セオシムね多分下手したら10立てあるからやばいんだよマジで。いやセオシムね、この前火曜日いっぱいやったんで、チュンリー対策はかなり進んでます。さあ次 S バイソン、男のターンパンチを当てたいところだが、痛い。おお判定勝ち、判定勝ち、なんだその判定は。あーしっかり切り替え。あーこれは致死量。しかし関係ないと、関係なさそうですね。瀬尾さんはファイヤーモード継続、男のファイヤーモード、今のは横をしたためがないこと。ああ今匂いましたね。今大ヘッドで避けた後ちょっと前歩いて投げだったら多分確定で死んでたと思います。いやーこの伸び、あしかし大中で体力追いついたってやばいなこのキャラ。 X バイソンより男感ある、なるほど確かに。さあそうですね、ターンパンチに、あ曲振りした、この男のマスローは、あーちょっと惜しい、あはいはい、あーやりに行きましたね。これはね大正解なんです。瀬尾さんはガードが硬い、ガードが硬い人はどう崩すか、投げ、特に死ぬ体力の時は行った方がいいです、間違いないです。さあ来ました、瀬尾モード突入、瀬尾ハウス、やば、あー、当たんないのあれ、確定、あ、惜しい、狙いはすごい良かった、あれターンパンチ当たったら分かんなかったですね。さあ次誰行きましょう。じゃあ俺行こうかな、 S チュンリーで。出し方ちょっと怪しかったヒデエスチュンリー。さあこのセオシムはだいぶ強いので使い慣れてない S で大丈夫なのか。ファイヤーピヨってと、お、あ、タッチダイパンが届かない。さあもういきなり画面端、さあはめていく、まあ繋がった、どうする、投げ返す、Sチュンリー弱い。いやなんかね俺いつもね中マイジャン中継で飛ぶときに1か3に入れちゃうの全部妖装弱になっちゃってて積み、そうそれはねいけない。そう X はねそう2だけなんですよ。さあ小江戸 S ベガ、さああれですね S キャラに続いてヒデの敵は S で取るんやと小井戸さんが満を持して、この S キャラはなんだっけ上に行って下に行くみたいな感じの軌道ありましたよね。なんてそうデビルリバースだ。いやあーしゃがみこパンの反転の強さ。デビルリバースがね面白い軌道をするんですよ。なんか斜めに行って斜めに落ちるみたいな感じで。さあ強いぞ、埋めに行く、あーうまい、アントニーバッチリ、あーどう緊急回避、相打ちは OK でしょう。あーこれは
ドリル、あ、ある、あー、あはは、冷たい塩対応、あー、これは死にかけですね。バイパーさん行ってみましょう、1周目。これ強いよ。お？これね、バイパーさんなんで、サブキャラシリーズね、謎が多いんでね、謎っていうかね、強いんですよ、この人、何使っても。バイソン色にクレームをつけに行きました。これは歌舞伎くんカラーでしたっけ。あ、強い判定。あ、うおー、読み勝っていく。あ、しかもコンボバッチリ。あー、痛い。あ、うまい。あー、しかし安く済むか。おい、埋めに行ったところはしっかりカール。まさか出すとは思ってなかったでしょうね、今のは。あの埋め方。さあ、しゃがみコパンが強え。伸びるコパン。あー、これは、あ、しかし、あー、投げに行くのはセラストで拒否、2フレーム発生。あー、当たんのか、あれかわいそう。さすがに厳しい。さあ、これはどうなる。うわー、チョップで落とされる。さあ、当たる。あれ、ユチピオリーチなんでいかず。うまい。だー、スラストアバレ、はい。あ、あー、ピオっちゃったー。俺行くか。俺行った方がいいよね。いや、これだ、下手したら10立てされるよ、きっと。で、僕止められるかわかんないけど、とりあえず行きます。さあ、ヒデチュンリー2回目。ここでヒデチュンリー負けちゃうと何か匂ってくるぞ、これ何か匂うぞ、これ。さあ、メインの X チュンリーならさっきのような集大はさらさないはず。ガードしてる。さあ、これね、チュンリー、まあ最低でも6-4はあるという話なんで、キャラ差では勝ってます。 6-4 はあるんじゃないですかね。もっとある。 7-3? まさかの博士がもっとある。じゃあ 7-3 っすね。おお、やばいちょっと。さあ、これはかなり匂い立ってきたぞ、これ。危険な香りが。セオシムの独壇場がさあ、今日は珍しくヒデを応援せざるを得ないかさあ、頑張れ頑張れヒデ。あー、打ち、ダメージ勝ちしている。戦列。さあ、1-1です。ラウンド3。あー、ファーストヒットを取ったのはセオシム。置き攻め、ダウン取って置き攻め、気候乗っけて。さあ、気候モード、クラゲモードに入ったチュンリー。うまいですね。さあ、さあ、ヒデの完成度が高いぞ。さあ、X と S でここまで動きが違うとは。これは、あー、ちょっと、あー、踏ん張りました。
さあ、ヒデチュンリ勝ちました。さあ、2P 側どうなったかな。さあ、おちゃる丸くんのバルログ倒しに来ました。ひょうが当たる。ああ。さあ、おちゃる丸さんがね、いい感じに。いい感じです。あ、ちょっと。さあ、はめていく。やばい。切り返して、ひょう。さあ、あと1ひょうで。おお、削って、ああ、安定。ドアン、惜しいですね。安定ですね、やはりね。おちゃる丸さん頑張れ、これは頑張ってほしい。さあ、で、落としていく。いやー、これは1。いや、スピニングバードキック。しかし完全にちょっとさばかれてますね。ちょっとまずい、危ね。あー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 、これはハメ。やはり空中戦を制するのはチュンリー、間違いない。あとチュンリー強いね。やはりこのキャラ強い。このキャラずるい。くそ、めめしいやつだな。女なんだけどね。まあ女なんで。対照的です。まあ、デーレローさんが言った。はい。デレローさんは、まあもちろんもう2キャラ目なので、X 竜ですね。さあ、竜チュンリー。ファイヤーハード、最近あの着実ハードのね、あの打ち方がかなり。着実ハードのね、打ち方がかなりね、最近上手くなってきたんですけれども。さあ、めくり竜巻からここ、あぶね。いや、空中から行ったところでスピニングバードキック。まあでも下段スカルからなあ、ああいうところ強いのかな、よくわかんないけど。ああ、やばい、落とされて、めくりはガードしたのよ。投げる、え、すごい、投げ返しがうまいですね。いや、上からいける。やばいね、竜は昇竜拳でちゃんと落とせてからやっといい勝負って感じなんですけれども、どうでしょうかね。これおっぶね、結構やばい角度だったんですが、うまい、完全に。いやー、中足、これは見えない、早い。ヒデさんがいい感じに勝ちを重ねていますね。 2P 側ちょっと危ない。次現れたのは破天荒さん。破天荒さんはチュンリー戦結構うまいと評判があるので見せていただきたいですが、中ボスがスカッタ、竜巻でゲージ貯めるが、依然として画面味はきついことには変わりはない。さあ、ここ、いや、難しい。おーし、2ヒット、めくり出せばキーファイヤーある。さあ、まあ、スパコン食らわなければ。うわ、うまい、ナイスタイミング。やはり破天荒さん、チュンリー戦慣れてる。さあ、飛びが通った。竜巻しながらバックジャンプ。さあ、勝利、落とす。うわ、俺すげえ、今表だったんだ、あれ見えないわと、ちょっとミスったが、ヒデさんもゲージ貯めて、さあ、あっという間に画面端だが、ここから大ボスでかわしたと思ったら投げられて、昇竜拳めくり大足、わっしゃ、チュンリー様、あ、投げじゃなかった、投げていく。いやー、さっき投げなかったのに、もう今度投げてくる。
まあその辺の押し引き、チュンリー力がかなりやはりありますね。波動踏まない。スピッ、うわぁ、うわ、できる。2回も当たるんだ、この技。さあ、ファイヤーだ、投げる。しかし、ゲージ欲しいところだが、あぶね。とりあえず波動打つしかない。勝利リバーサル出るからの、うわー、これはでかいダメージ。ファイヤー波動を真空重ねて、まだ残ってる。どうする、これ昇竜拳しっかり対応。間違いねえ。ここで止まった破天荒、止めたな、すごいな。お、あだ、ネクこのままよろしく。はーい、大丈夫ですか、体調の方は。ぼちぼちご自愛ください。で、続いて入ったのが、わっ、来ました、サブキャラ、杉さんのサブキャラのガエルですね。さあ、まあ、リュウガエルですが、破天荒さんのね、ガエル戦はね、結構ね、あのやらしいところが多くてね、この飛び台足、これがうまいんですよね、すごくね。ガエルも結構遠いからね、あの下であまり待つことない間合いでちゃんと台足飛んでくるんですよ。これ結構うざくて、勝利、大勝利、しっかり。さあ真空溜まって、あ、ちょっと今出そうとしたのかな。あー、なんかそばキャンセルサマーが疲れましたね。うまい、投げる。さあ、まあガエル側ここからじっくり。いや、しかし波動昇竜ね、破天荒さんね、出るんですよ。さあ杉さん、まあでも木曜のニュートンでも、まあガエルちょっとだけ触ってるから、あっと波動だった。あ、チュアシうまい。さあ波動、波動、さあ飛んで昇竜拳、うん、やらしい。こっから昇竜しっかり、飛びが通らない。ダイゴスダイヤシ、3ヒットしっかりつながっている。さあ破天荒さんうまいですね、やはりね。さあ続いては小江堂さんのベガ。さあベガ流ですが、しょっぱなから最高。わっ、カッタが投げる。いやー、飛び台足という表現には台足警察がいるから気をつけないと危ないです、確かに。そう、言い方にね、いろいろあるからね。破天荒さん対空出る、出ます。破天荒さん波動昇竜できるだけでも、もう竜めちゃくちゃ強くなりますからね。さあしかし、依然として試合状況は破天荒さんがリードを取ってる感じですが、大かー可能んで昇竜拳。さあこれは、うわ、飛んでいく飛びを通していく。さあファイヤー波動からちょっと投げられて、さあどうする、うまい、なやばい、受け身がない。さあ画面端、竜巻は波動、しかし、おっ、ここから中ボス。さあ冷静ですね、やはり。おー、行く、いっ、さあどうする、これ分かんなくなってきたな。うー、怖い怖い。昇竜出る、破天荒さん強い。いやー素晴らしいですね。さあ続いて出たのはバイパーさんのホーク。
あんまりの試合でもやってる姿は見たことないですね。フォーク破天荒さんとやってるのさあ、これは食らうなあ、そこのトマホ食らうのきつかった。一瞬で終わるこのゲーム。昇竜精度高いのはね、素晴らしいですね。さあ、しかしでも竜ホークね、むずいんだよな、すごい。地上と上どっち見たらいいのってもすごいね、分かんなくなっちゃう。中足から波動、あそこ当たるのはね。いやー、飛ぶトマホ精度、あまだあるからの、これは美味しいめくりたすまきがいや、食らっちゃった根元から。さあ、俺だな、俺が行こう。おお、俺が大将なの俺が大将なのか。さあ、瀬尾さん、このままね、駆け巡ってほしいところを。さあ、瀬尾さんのチュンリーは本当に強い。あー、うまいうまいうまいからの戦列、安定。いー、なー、回されるよね。どうす、おー、しっかり出していく。食らって、そうね、食らいだめなんすかね、今のはね。さあ、あれが当たる、しゃがんでる。さあ、まずいぞこれ。ぬー、これ人類平等だわこれ、ほんとに人類全部、全部食らうよこれ、どんなキャラでも。俺は誘致になるんだ。しかしこれは美味しい、しっかり2ヒット。さあ、だー、このダウンはまだ間に合うか。いや、まずいまずいまずい。出るからの投げる。一歩下がって2歩進む。いやー、これはいいぞ。瀬尾さん頑張れ。ホンディですね。いい本だ、プロイワンさんです。さあ、しかしこのカードもね、なかなかきついんだ。本田もなかなか男らしいキャラなんですが、やはりこのチュンリーのこの球のデカさといったらね、本当にね、ありゃしないって感じなんですけれども。ああ、これは食らうね。きついぞこれ、いいぞ。まあでも日曜日よく闘魂さんとクレイマンさんやってるので、あー、まあでも違うからな、全然タイプも何もかも。これはね、ちょっと硬いんだよね。さあ、なかなかね、冷えております。冷え冷えの、これが冷えてるチュンリー。寒いぞこれ。しかしこの寒さがね、やはり強さのね。あ、これも勝っていく。しっかり本田戦はさすがといい。あ、これ一歩勝ちできるんだあれ。しかしこれは食らう。ドスコイバックジャンプしてる。マイ管理、うわー、ダメージ勝ってる。いや、出していく。やるときやる。これはスカって逃げて、しかしこれどうなる。攻めて、はい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 。さあ、瀬尾さん、この守り、中足が刺さってどうなる。これは球よれず、やっとよれた。ガーン、これは引っかかる。いやー、ってことは、あ、優勝はツーピー側、おめでとうございます。これエキシビションとかやるの？
じゃあやるか。エキシビジョーン。あ、友田さんがめっちゃコメント書いてくれてる。 TOMOZA。 あ、確かに今日のあれですね、瀬尾さんのカラーは闘魂カラーで、ちょっと不安になりますね。あ、ワニさんだ、こんばんは。おぉ、あるのか。あ、うまい。あー、アントビ失敗。そして一気に矢口マリー。あー、ゲージ溜めたい。あー、中断。あー、なるほど。ずるいと Z A。 はい、11。しかし腕くんうめえぞ。あ、玉島投げあるぞ。あ、うまい。普通にうまいんだが、あるぞこれ。背中ギガードして、あー、攪拌が、うまい。ゲームマジやばい、これは男やばい。短波で溜める、うまい。これはチャンス、あるぞ。中継機構かな。あー、ヘッド。あー、受けん。これは、あー、中大。さすがにやらせず、惜しかったですね。いい試合でした。大変、皆さんお疲れ様でした。僕はの試合やります。はい、じゃあ写真。さあ、じゃあね、本日の大会は終了です。じゃあね、勝った 2P チームの写真を撮りましょう。あ、もうみんなね、のじ合いしてますが、okay。
はい、今ね、配信台は、まあ、黒いワンさんの本だと、ヒデチュンリーですね。めっちゃダブルピースしてました、今。まあ、これは、チュンリーホンダはね、かなりホンダきついんですよ、これ。これまあ聞いたところによるとこれ9-1ぐらいあるらしいんで相当チュンリー有利ですね。最悪のガイア、なんでしょうね。まあダルシムガイルとかダルシム X サガットとか、その辺ですかね。あと S バイソンとザンギーとかも結構ヤバそうですけどね。まあ、ホンダチュンリーもかなり差がある組み合わせじゃないですかね。ダルガイルは相当ですね、まあ、普通にあの本気の話で 8-2 とか普通に言われるぐらいの組み合わせなんで。
まあ、ダルシムと X サガットも、まあ、本当に8-2とか9-1とか言われるレベルですかね。はめていく。誰だこれ。いやもう本田チュンリーはもうこの組み合わせ自体ははめっすね。
Thank you.
Okay.
Woo!
Fight!
No!
じゃあちょっと配信台のね対戦途切れてしまったんで、今日はこれで終了いたします。お疲れ様です。